トランプ類税はかつての日本に存在した間接税の一つ。マージャンパイ、トランプ、花札などギャンブル性の強いカードゲーム類に課された。前身は国イ税で1957年にトランプ類税となった。日本では1902年に北進事変以後の財政難と大陸情勢の悪化に伴ってアメリカの制度をもとにして、 カルタ税法が制定されて国廃税として導入された。1902年2月7日、カルタの主産地京都の業者がカルタ課税に反対して政策を中止。職人5000人が失職。2月7日、代表が京都商業会議所に陳情。カルタ税の導入により、花札や地方札などのカルタは高価になったため、売り上げが激減し、 税務当局によるカルタ製造工程の厳格な監視や綿密な帳簿作りの義務も課されたため、地方の小規模カルタ製造業者はたちまち廃業に追い込まれた。戦後は1957年にトランプ類税法の制定によって同法は全面的に改正され、名称もトランプ類税と改められた。テレビゲーム機の普及などで、 トランプ類税の税収は1976年度をピークに減少。1989年の消費税導入に伴う間接税の整理によって廃止された。景品などの課税対象外のトランプにはパッケージに自動用トランプと書かれていた納税義務者は製造業者であり、製造場所から外に搬出した時点で課税される倉出し税である。課税の対象となったのは マージャンパイ、トランプ、花札などである。トランプ類税が課せられていた。当時のトランプには、放送に消子が貼られていた。製造業者はあらかじめ税務署から、消子の交付を受け、出荷の際には製品を、フィルムや紙箱等により厳重な放送をした上で、空間のための消子を調布した上で出荷する義務が課され、出荷の翌月10日までに、 管轄の税務署に出荷実績を申告して、その月の末日までに申告書に基づいた相当の税額を納付することになっていた。ただし、トランプでも子供向けや手品用などは遊戯具とみなされ非課税とされていた。個人が自分で遊ぶためのみに制作したものも課税対象外であった。子供向け雑誌の付録にトランプを付ける場合は、カードの利面やパッケージなどに 自動用非課税と明記されていた。非課税トランプは、理面にカードごとに個別の文字や印が小さく印刷されるなど、賭博での使用を不可能にする細工がされた。税率は1957年以降に原則として、カード一組につき60円が一律にかけられていたが、例外的に、 原材料が高価な麻雀牌の場合には別体系の税率表が導入されて、増下性が6000円、牛骨性が4000円、その他原料で1000円がかけられていた。ありがとうございます。